はい、えー、皆さんこんにちは鈴木森生チャンネルへようこそ、えー、このチャンネルでは看護師国家試験に確実に合格する学習方法と、えー、必要な知識について解説をしています、えー、今回のテーマは女性の骨盤腔内器官とダグラスカについてです、えー、最初に女性の骨盤腔内器官について説明し、えー、次にダグラスカについて説明しますそして、えー、女性の外生期についても触れて、えー、そしてダグラスカ選手 といいう検査について説明します、えー、記憶に残る復習の仕方早期して保存について説明し最後に女性の骨盤腔内器官とダグラス管に関する国家試験過去問題について解説をしますさあまず女性の骨盤腔内器官のまあ主なものですよね、えー、それを前前といえば腹側ですけれども、えー、この図を見ながらちゃんと思い出しましょうまず前腹側からですねまず膀胱ですよね それれかからら子宮とそそ卵巣がありますそして一番後ろが直腸になるわけですよね。ということはですねそれよりももっと下部の、ね、女性の骨盤腔内器官を前副側から言うとまず膀胱に続く尿道それから子宮のより下にある膣それから直腸に続いて肛門管ということになりますね。 でえー、ところでですね、えー、この図で見ていただいて分かるように子宮と直腸の間にはくぼみがあるわけですよね、えー、これを直腸子宮かと言いますけれども、えー、これが別名ダグラスかというふうになるわけですダグラスかというのはこの部分ですよねつまりこれは、えー、男性にはないですよね男性には子宮がないのでまあ男性の場合は膀胱直腸かという部分が、まあえー、ダグラスカ と同じ意味で使われますさあそうするとですね今度は女性の外生器これもやはり服装、えー、前から言ったらですね、まあ、女性の外生器のところを見るとですね穴は3つあってこれ当然前から言えなければいけません、えー、外尿道口膣口肛門という順番になりますよね、えー、それから膣口と肛門の間のことをエインまたはエイン部とも言います えまあこれは女性の、ね、陰部の管理のためにはぜ絶対に必要な知識ということになりますね。さらにですね、ダグラスカセンシという検査があります。これは何どんな検査かというと、えー、ダグラスカに溜まっていると思われる血液や膿を採取して、えー、子宮外妊娠ではないだろうか、ね、骨盤腹膜炎ではないだろうかといったようなです、ね、診断に用いる検査になります。 えー、ダグラスカは立っていた状態ではあ腹腔内で、ね、一番低い位置に当たりますから、えー、やはりそこに、えー、血液や、ね、海がたまりやすいということになるわけですね。で、えー、っとどのようにやるかというですねまず筒鏡で、えー、用いてですね形質的に筒、ね、を通して長い線指針を入れます、ね。つまりこの赤い矢印が線指針だと思えばいいわけですよね。 えー、そして、地の一番上方、高窒圏外、ね、膣の、まあ、後ろの、ね、子宮よりもちょっと飛び出している部分ですよね、からダグラス下に、えー、その針の先を先すると挿入するということになるわけです。でそしてそこで、えーまあ、注射器を用いて、えー、血液や海を採取するということになります。 当然、この検査をする前にはですね、まあ、膀胱になるべく刺さないように、排尿していただいて、膀胱が空の状態で行います、ね。それから、これは図が、ね、横になっていますけれども、肺がんになっています、病外になっていますけれども、一番やりやすい方法は採石になるわけですよね。はい、この検査、麻酔は使いません。ですから、膣壁をです、ね、刺したときに、チクッと痛いわけですよね。だからその時に、 慌てて動かないようにしましょうという、ね、注意事項を患者さんにして行います。はい、国家試験には確実に合格する学習方法があって、このチャンネルでは、ラーニングするディスカッションの頭文字を取った LTD ですよと教えています。国家試験には合格必勝の法則があって、それはみんなが知っていること、あなたも知っていれば確実に合格できますよということです。 LTD をすればそのような状態になるので絶対に合格できます。LTD は記憶の3原則である記名保存、早期にも適していて学習効率が非常に良いのでこの LTD について詳しくしたいという方は学習方法の回をご覧になってください。それでは今回の復習をしましょう。SNS で今回学んだことを発信すると早期の訓練になるので記憶に保存されて忘れません。 えツイッター、インスタグラム、フェイスブック、ユーチューブ、LINE など何でも構いません。あなたの学びでクラスメートも、ああ、そうやって覚えたらいいのかと記名することができて喜んでくれます。えその時には、「ハッシュタグ鈴木森生チャンネル」、「ハッシュタグ女性の骨盤腔内器官とダグラスカットをつけてください。お願いします。最初にえ女性の主な骨盤腔内器官を腹側から言ってみて、次に、さらにそれよりもね、下部にある女性の骨盤腔内器官をやはり腹側から言ってみましょう。 えー、そして最後にダグラスカとは何かダグラスカ選手という検査はどんな、ね、何をどんな目的でやるのかということを説明してみましょうはい、えー、女性の骨盤腔内器官について腹側から肺側への配列で正しいのはどれかという問題がありますまずですね腹側、えー、から肺側へでこれはもうできない人いてはいけないと思うんですよね えー、そうするとまず一番最初は一番腹側前側は尿道だって誰でも知ってるわけですからね2番も消えるね3番の肛門肛門って言ったら一番後ろですよね、えー、そして5番も消えるということになりますじゃ次に今度は、えー、尿道の次は何かと言ったらですねそれは地図 になるわけですから、1番が消えて答えは4番ね、ね尿道秩貢門管の順だということですね。ちなみにですね、この試験の正答率は93%以上あったそうですね。まあ、誰でもできる問題です。えー、ですから、ね、皆さんが受験するときには、これは必修問題として出てくると思った方がいいですよね。なぜ必修問題になるかといったらですね、それはもう当然、女性患者さんのまあ、あね、 まあ、外籍周辺の管理のために絶対に必要な知識ということになるわけです。はい、えー、もう1問はですね、ダグラス化選手で適切なのはどれかという問題があります。1、あらかじめ外院部を堤防する、えー。そんな必要はあるでしょうか形質、えー、的にですね、えー、選手心を入れるわけですから、えーねねえっと、外院部の皮膚を堤、ね、防して、 そこを消毒しなければいけないということはないですよね。2番、膀胱に尿をためて検査すると、やっぱり膀胱がパンパンになってね、えー、危険を伴いますから、これは排尿して空にした方がいいでしょう。3番、採石医で行う。そうですね、まあ、産婦人科の医師が、ねえー、やることを考えてみればですね、えーまあ、採石医しかないということが分かると思います。4番、腰痛麻酔科で行う。これは麻酔は行いません。 国家試験にには確実に合格すする学習方法があります今回の学びが皆さんの役に立ったら、ぜひいいねボタンを押してください。またチャンネル登録もよろしくお願いします。え今回も最後までご視聴ありがとうございました。